はどこへ。ヘイライダー、期待の悪こと、ハガケンジ63体が昨日25日不動産登記を偽装して差し押さえを免れようとしたなどとして愛知県警に逮捕されたんだけど、なんと逮捕直前にこんな偽善動画を投稿してました。おはようございます。今日の沖縄は雨のち曇り、最高気温は31度、波はベータです。北陸石川県被災地の皆さんが今日も必死に戦っています。全国から世界から勇気とエネルギーを送りましょう。さあみんな、今日も一日ファイト。いや、励ましてる場合か。さて他にも山口組系の組長とか司法書士の男など計7人が強制執行妨害容疑などで逮捕されたんだって。大事件じゃん。そのずっこけ7人は昨年6月沖縄県の土地と商業ビル2棟の所有権を羽賀健二が経営する会社に変更し、実態と異なる登記をして差し押さえを免れようとしたとのこと。マジ悪党。まあ梅宮のたっちゃんが期待の悪とはよく言うたものだ。彼の逮捕歴は2007年未公開株を高く売りつけようとして詐欺恐喝未遂で懲役6年、2019年資産を譲渡したように見せかけ偽装離婚による財産隠しの強制執行妨害罪で懲役1年2ヶ月で、今回のこれよ。やべえやつなんだって。だってこやつはこんな詐欺まがいのことしてたのに、病気の海宮アンナを恥ずかしげもなく励ましたり、そんでこの逮捕直前まで被災地を応援って、偽善中の偽善。何が征夷大将軍だ。よーせよ、強がりは俺の前で。なのに最近アベマとかの恋愛番組で21歳の女子とイチャイチャさせたりと、アベマもアベマって私は思ってるわけですわ。こんな人を持ち上げるメディアって何なのさ。7人もの極悪人が集まって上手に犯罪ってできるんよね。手下手こいとるわ。残念。まさに悪のネバーエンディングストーリー。まあ、そんなもんなんか、先日情報番組ジップを降板したジャンポケ斉藤41歳が、今度は大好きな競馬番組ウイニング競馬を欠席じゃなく降板決定。所属事務所の吉本曰く持病の喘息の悪化とか体調不良で入院など言っておるが、それなら休止にするし、降板とはただごとではないと憶測が飛び交っておりまする。それもそのはず、9月20日のスポーツ報知の取材にはコンプライアンス上の問題と体調不良が原因で2ヶ月近く休養って書いてあったのに、その後間もなくタイトルと本文からコンプライアンス上の問題との記述を消去って流れがあったから、何のコンプライなのって憶測が飛び交ってるのよね。その一説によると、8月に休止した競馬騎手の角田大河が函館競馬場に車で侵入した件で助手席に乗っていたのがジャンポケ斉藤だったのかという説が囁かれてるんだけど、これは証拠もない話。ではこのコンプラって何なのってなると、もう彼は2回も不倫の浮気報道されてるから女の線も否めないってなるわけですよ。だって2つも番組降板ですよ。病気なのか、それとも精神なのか、はたまた事件なのかと実際は分かりませんが、今やこんな風に可愛い奥さんも子供もいて一家の大黒柱なのよ。それだけじゃない、トリオの筆頭キャラがいなくなったらジャングルポケットだって大事ですわ。実際喘息の悪化で肺炎になって入院はしてて退院もしてるとの報告があるのによ。なんで降板なのさ。精神的に来てるって言ったって、お笑い芸人なら SNS くらい更新するでしょ。それもしてない、超深刻な病なのかもしれんと私は思ってるわけです。まあ、そんなもなか、あの松潤が完全にジャンポケ斉藤状態になっていると私の中で密かに話題になっております。てこと